秋葉原のローソンでドラゴンクエストとコラボしているところがドラクエが30周年を迎えたということで超萌え萌え。前のデザインも可愛かったけどもこれも可愛い。ここのね前を通った人はみんな写真撮るんだけどわかる気がする。ファンクもねいっぱいね撮ってしまいました。またねドラゴンクエストはレベル30になったというねこのね書き込みもねすごくねなんかセンサル、こういうの好きだなファンクちゃん。東中野にある濃厚豚骨ラーメン神楽がとても夢がもりもりだそうです。神楽はまさにジャンクじゃと自分がね言ってるだけあって、とにかくねラーメンに肉が思いっきりぶっ込まれてます。でね店頭にはね自転車置くとねなんかパンクするんだって。えクラッシャーなのここの女。サンドの飯より肉が好き。まさに昔のファンク。でもね今はねサンドの飯より魚好き。年取ったな。それでねここにはねチャレンジメニューがあるのね。なんとね肉バカラーメン肉 900g のねこの2300円のラーメン、これを食べきった人はね次のね幻の 1.5 キロのね肉バカラーメンを挑むことができます。それなんでねワンクちゃん頑張ってみました。カウンターにはねいろいろね味が変えられるね調味料が置いてあって、しばらくしてねレモンとねあとね焼肉のタレみたいなのがね運ばれてきたのね。なんかすごいの出てきそう。んなんやてー、あれファンク豚丼頼んだっけ。てかさ肉襦袢じゃない、どういうことですかこれ。いやラーメンとはねとてもね思えない。いやすごいことになってますよこれ。ファンクとジャスがね入店ね第1号だったんだけども、続いてね入ってきたねお姉ちゃんがねデビューしたばっかのね時と亜美みたいなすごく可愛いお姉ちゃんだったのね。これ運ばれてきてね見た瞬間にねうわーってなってた。写真撮りますかって言ったらね、あ、いいんですかって言ってね、写真ね、何枚だろう ?30 枚ぐらい撮ってた。あ、すげーって言ってね、いっぱいなんか写真撮ってね、頑張ってくださいねってね、声かけていただいたので、あのね、可愛いお姉ちゃんのためにも、がっつしね、食べていきたいと思います。もうね、肉のね、脂身もすごいのね。でも10枚ぐらい食べた時点でね、いやこれいつまで続くんだろうってねもう嫌な予感しかしなかった。あそれでね初めに断っておきますが、最初ねデジカメでね写真撮ってたんだけどねいつの間にかねストップしてたのね。ちょっとデジカメのね充電とあと調子あまり良くなくてね、あとでスマホに切り替えました。皆さんスマッソです。あまり面白くない。でね、20枚ぐらい食べた段階でね、いやもうお肉ね、当分見たくなくなっちゃった。いや、これ何枚あんだろうってね、もう後悔しまくったんだけど、これをね、チャレンジすることに。でもね、いくら食べても食べてもね、もう肉なのよ。もう麺は本当にあんのと思うぐらいね、もうそこが見えない。もうね、どこまで落ちるかわからないね。PC デポですよ。いや、もう終わりなんだけどね、PC デポ。いや、それを言ってみればね、ジャスのお腹もね、PC デポですよ。もう終わっております。すごいでしょ、もう、麺を食べるごとく肉食ってるでしょ。いや、本当にきついよ。でね、このね、肉ね、味付けがまたやったら濃いんだわ。食べてるうちにね、いや、これ大丈夫かって、自分自身の体がね、心配になるぐらいね、一枚一枚しっかりと味がついてるのよ。しょっぱいしね、
美味しいんだけども、美味しいんだけども、味がね、めちゃめちゃ濃い。でね、食べてる間ね、後から入ってきたおじちゃんとかもね、頑張ってねとかね、声かけられたんでね、これはね、残すわけにはいかんとですよ。それでね、パッとね、デジカメ見たらね、止まってたのね。だからね、急遽ね、スマホにね、切り替えました。もしね、本当食べてたのと思う方はね、お店のね、店主の方に聞いてみてください。店主の人もね、ずっとね、応援してね、見ててくれてたので、ジャスはね、決してね、タッパーしてませんよ。懐かしいね。もうね、やば。ジャスのね、額からね、豚汁が出てる。いやー、せっかくね、頑張ってね、体重ね、減らしたんだけども、またね、ガンガン上がってきてますよ。でもね、早くね、28日に迎えてね、しばらくダイエットしたいな。それとね、ちょっとね、ご報告があるんだけども、大盛りとかね、デカ盛りやめてね、毎日ラーメンをね、食べていこうかなっていうね、この間発表したじゃない。そしたらね、そっちもやばくねとかね、あとね、周りでね、心配してくれてた友達とかね、仲間とかがね、いや、変わんねえじゃんって、かなりのね、お叱りを受けましたんで、1週間に1、2回でいいかな。そのかわりなんかね、変わったね、B 級グルメとかも紹介していこうかなってね、パクちゃんね、今ちょっと考えてるんですけども、四方八方にね、迷走しております。まあね、こういうね、迷走する時期もね、まあ、刺激的でね、なかなかいいんじゃないかなとね、ワンコは考えております。やっと到達したラーメンはね、肉肉しいラーメン二郎って感じ。いや、このラーメンはね、めちゃめちゃ美味しいよ。でもね、油がすごい浮いてる。ちょっとそこが残念かな。ラーメン自体はね、すごく美味しいよ。だって、しばらくしたらね、もう店内満席になるぐらいね、いろんな人が訪れててね、すごくね、人気のお店なんだなと思った。まあ、このね、美味しさだったらね、人気出るわな。それでね、食事のね、動画を流しててね、こんなこと言うのは何なんですけども、ここを食べ終わってね、しばらくしてね、なんていうのかな、1、2回はね、大丈夫だったんだけどね、3回目ね、トイレ行った時にね、うんもがね、もう、やばい。花崗岩みたいな匂いになってた。いや、これだけのね、肉食えばね、花崗岩になりますよ。でね、恐ろしいことにね、一夜明けた今日もね、いやもう、まだ花崗岩です。どうしよう、一生このままだったら。ワンク、生きていけない。毎回ね、鼻つまみながらトイレ行くの嫌ですよ。そしてね、一日経ったのにまだね、全身のむくみが取れない。いやもうどうしようこれ。いやちょっとしばらくね、お肉はね、見たくないし、あとね、ちょっと今、体についた肉少し取らないでやばい。それでね、全部食べきったということでね、お店の店主からね、おめでとうございます。次回はね、肉だけで 1.5 キロのね、幻のね、肉バカラーメン、チャレンジして見てくださいってね、声をかけられたのよ。いやもう、ファンクの年ではね、いやこれが限界かな。あとこれ以上ね、雲母がね、花崗岩になったら、ほんと噴火しちゃうから。だからね、噴火は嫌なんでね、多分これでストップです。こないだ、ジャスのところに、迷惑メールが届きました。その内容が、マジでかというぐらい、ぬるすぎて、びっくりしております。この間ね、届いたばっかりのね、メールなんですけども、〇〇〇〇様、5万円 iPhone キャッシュバックプレゼント、iPhone キャッシュバック5万円プレゼントキャンペーン、コアンムクエメ。なんだろ、これ。
ちょっと意味がわからないんだけど、 iPhone をご使用中の方対象になります。ご無形目5万円受け取りへってね、これ多分ワンクリック詐欺だと思うんだけども、ファンクは思うのよ、どこの会社からってなんで書いてないの、これは明らかにじゃない、ちょっとね、あの舐めすぎですよ、この悪徳業者の皆さん、これ騙される人ほとんどいないじゃないちょっとね、ゆるすぎ。新宿の神楽坂にとてもイケメンな小人が現れたそうです。その小人を見ると女性の方たちは次から次へと目がハートマークになるそうです。シークラブをね、昔のねブログとかでいろいろねやってたね、こういうニュース形式でね、まあいろいろやっていきたいと思っております。皆さんどうだったでしょうか、あのね率直なね意見を聞かせていただければ、ファンク幸せでありんす。それでね、ずっとね、あの東中野のね現場にこのとこずっと行ってて、新人教育してるのね。でね、まあ新人ってファンクのね四つ絵の方を今指導してるんだけども、もうねもう仕事ねすごくできる方で、まあ、ある程度ね経験があるのでね、もうファンクはね、まあ、教えることはほとんどないんですけども、会社がねとりあえずね1週間ぐらいね、あの東中野に行っておけというね指示なので、いろいろやらさせていただいてます。それでね、そのね新人さんの人とね仲良くなってね、いろんな話をねファンクしてたんだけども、すごい話聞いちゃった。まあね、社会のね裏側のね話をねここでねできたらと思います。その方がねうち来る前にね、あるね、まあ宅配業者のね委託をねしてたのね、まあ、その業者はね名前は言えないんだけども、まあちょっとイニシャルで言うとね、まあ S 川急便、そこからね仕事をもらってたらしいんだけども、そこのね S 川急便がね、まあ大きなオフィスとかはね、その自分の自社でやってるんだけども、個人宅をね、よくね、業者っていうか、個人事業主みたいな形でね、車も貸し出して、いろいろね、配達してもらってるらしいのよ。でね、単価ってどれぐらいなんですかってファンク聞いたのね。したらね、みんな驚かないで。ね、一つ送るでしょ。いい時でね100円だったらしいんだけど、今ね70円らしいのよ。だから100個ね運んでね7000円っていやマジですか。いやこれがねアマゾンあれじゃない、配送無料とかのそういうのがいっぱいね今来てるから、めちゃめちゃ重たいやつともあるらしいのね。で今もうすごく地獄らしいんだけど、この業界。それでみんな体壊して辞めるか、あとね稼げなくてね、もう足を洗う人多いらしいんだけども、本当にね足を洗うというねレベルにね達してるんじゃないのかなみたいなことをね、ちょっとファンク話聞いてて思った。いやちょっときついんじゃないかな、100件で7000円。でもね60個とかね、なんかそういう、まあ、ある程度ねいっぱい運んだらちょっと単価が少し上がるらしいんだけどね、何円とか何十円とか、それでもねまあ8000円とかいかないんじゃない、100個配って、だからもっとね100なんて生優しいからね、まあ、200とかね配ってね、で1日1万4000円いやこういう方たちがいるからね、そういう宅配業者がね成り立ってんのかなっていうね、なんかすごく感じた。いやこれリアルなね話だからね、話聞いててね、なんかジュースご使用しちゃったよ。
ジュース飲みますかって言ったら、ありがとうございますとかね、お昼もなんか食べますって、同情しまくっちゃった。皆さんね、宅配業者の人来たらね、特にあの自分の家にね、来てくれた方はね、ジュースぐらいご馳走してあげた方がいいと思うようになったでしょ、今日の話聞いて。いや、すごすぎ。激高性だからね、完全に。だからもう、体壊したらみんなアウトみたいよ。それでね、不在通知の場合とかってね、3回行って、それでもいなかったらね、こっちから連絡して、それでね、何時にね、お届けしますってね、決めてもね、いない時っていうのがね、多々あるんだって。その方ね、約束取り付けてもね、3回ね、届けに行っていなくて、その後またね、4回ね、約束して行ってもいなくて、5回目でやっとね、だから計8回目。それで、やっと70円なんだって。いや、それは、きついね。マンションあるじゃない。のね、宅配ボックスとか今あるから、マンションは助かるけども、個人宅はね、そういうのがいっぱいあるらしいよ。だからね、みんなね、今、次から次へとね、この業界にね、人辞めてってるみたい。ということはね、そのね、エスカワに雇われて、元から働いてる人たちに、仕事がね、集中過多になってしまって、働いてる人たちもね、もうきつい状態らしいよ。いや、すごい話だよね。場所によってさ、品川とかさ、あと、広尾とか、高級住宅街で、何回かね、どぎつい水あるじゃん、海外の。ああいうのをね、もうメタメタ運んでて、例えばさ、自分の家のお風呂とかにもそういう水使ってる、セレブの人いるじゃない。そういう人のところにね、その人の知り合いでね、どでかい、継ぎ足し用のやつあるでしょ。いや、こんなに必要かっていうようなさ、ボトルあるじゃん。あれをね、月に、20本ぐらい。だから、それ1回の、1回だから、70円?70 円で、めちゃくちゃ重いやつ運んで、で、また毎月どんどん運んでった時に、いつもご苦労様ですってね、セレブの人は1万円ね、くれる。っていう、ラッキーな現場もあるけれども、ほぼね、他のところはそんなのないみたい。今日ね、動画見てくれたね、視聴者の皆さんはね、そういうことなんだっていうことがね、分かったと思うんでね、もしね、いっぱい頼んだときは、ご苦労様ですってね、声をかけたり、あとね、ジュースとかね、送ってあげてください。皆さんね、今日はね、いい子の視聴者の皆さんはね、そうしてくれるとファンクはね、思っております。それじゃ今日はここまで。じゃあねー。